はい、水だらけでチャットされてね、それバリバリって取ってる。うん、ちょっと恐竜が生まれたので殻を取ります。うわぁ、そんな無理やりかお前結構な強引、こっちの殻取れじゃんかよお前、バカだなお前は。フィッシュうるさい。それもうズボッと出しちゃいけないから。ちょっと、うわぁ出た。え、ああ気をつけて。やばいよこれ出ないけど。そう取れないんだよ、ほっといたほうがいいよ。ほんと、ああちょっとそれ無理やり、ね、もうそのまま行けよ。もうちょっとここが、うん、なんかまだくっついてんの。うわぬるぬるする。ちょっと見せて。ここの尻尾のところがまだくっついていて、殻、うん、から出ませんので、かかん、ね、全部は出ませんでした。でも出たよ。ちょっと出れたところ見よう。ちょっと見せて。いやーゴジラじゃん。こんなんで。ゴジラだこれやな。ゴジラだね。ゴジラだ。ティラノサウルスにしては手が大きいもんな。なんか背中もゴツゴツしてる、うん。ゴジラだこれ。でもさ、まださ、これさ、こっから大きくなるから。うん、大きくなるの？だんだん成長するの？いや、大きくなるよね。大きくなる。成長っていうか、成長っていうか、まあ、形も変わらんか。うん。形も変わるのかな。形、ね、だからここが伸びてくるかもしれないじゃん。なんか、あの、お水でさ。シャシャになってからもう伸びるのかな。そう。だから、まだちょっとどういう子になるのか。それ、お湯で煮たら早くになる。ダメどうしてそういうひどいこと。もう、ということなので、あ、ごめんということはね、またもう一回ここにつけて、お水につけて、ちょっとまた、じゃあ、様子を。ちょっと出てるから、すげえ、みーって、ちっちゃくなるかもしれないぞ。はい。おわけのわからんこと言う人はほっといて。はい。殻は、うん、殻ね。殻は食わせよ、それを。はい。大きくなるように。はい、じゃあ、このまままた、じゃあ、様子を見まーす。また実況レポートお楽しみに。じゃあねー。